例えば、じゃあ鬱で、これ例えば鬱ですけど、ある人は真面目で、38歳の女性で真面目で、男性で、仕事熱心で特に問題なく生活してると。1ヶ月前から特に誘因なく不眠、食欲低下、集中力の低下、疲労感が出現し、その後うつ気分、意欲低下、興味の消失を見られて職場にも行けなくなったと。特に職場で体重トラブルもなく家庭的に思いやる心配事がないと。うつ状態なんだけど本人は別にそんなにこう、周りから見ても順調にやってた人で問題もないと。体重トラブルもない人、家族的にも問題ないっていう、そういうタイプ。これは我々が昔から以前から、内因性のうつっていうのはこういう、こうあんまりきっかけもなく強いうつ状態になるっていうのが、教科書的だったわけです。でこういう人はお薬がよく効いたんですね。薬を点滴したりして、アナフラニードの点滴したりとかですね、抗うつ薬をきちんとしっかり飲むと大体1ヶ月2ヶ月ぐらいすると、ほら普段の元通りになってありがとうございましたっていう風な感じで改善していくっていう方なんです。これはこういうタイプっていうのは内因性で薬がよく効いてっていうので、こういう人はきちんと薬物療法をしっかりやるっていうのが大事ですよね。だけどもう一方、例えば B 子さん47歳、生きがいだった子供が独り立ちして親の保護を必要としなくなると、肩の荷が下りたと同時に言いようのない寂しさを感じて、子育てを終えて虚しさを感じるうつ状態から日常的に虚しさや自信喪失、不安などに襲われて、やがてそこから逃れるために手近にある先に手を伸ばすうちに飲酒から体を壊してしまいなんだ。同じうつ状態ではありますけども、この人の場合は、上の人とはだいぶ違いますよね。いろいろ背景があって、カラノス症候群とかって言ったりしますけど、この際いなくなって、本人の生きがいがなくなって、でそれで何かに頼りたくってっていう風な人ですよね。じゃあこの人だったら、上の人と同じように、じゃあ薬だけやったらいいかっていうとどうでしょう皆さん。やっぱりこの人の、今までの生活背景とかを考えると、お薬だけ飲んでればじゃあいいですよっていうことはなかなか言えないと思いますよね。で要するにまずはそういうところを感じてほしいわけなんですよ。お薬がどれだけこう、それは医者それぞれの医師はそういうことを考えながらやってるわけですけど、皆さんの立場としてもですね、患者さんと接する中で、確かにお薬を使えばっていう部分はもちろんあるんですけど、この人にやっぱり何が足りないか、何がこう改善できれば本人が回復していくんだろうっていうところを感じてほしいわけですね。ライフサイクルで環境に伴ううつ状態だけども、薬だけは治療を難しい。